丈夫です。トロータロです。今回ですけども、視聴者さんと対マンをしてみた、やっていきたいと思います。さあ、ということで、楽しくやっていこうか。行きましょう。エコーコー。うっ、スタート。さあ、ということで、本日もマリオカート8デラックスオンザビーチ。本日はですね、フロッパーオガーズくんに捧げるマリオカート8デラックス3していきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。ということで、本日ね、まあ今、捧げさせていただいたね、フロッパーオガーズくんというね、まあ、視聴者さんがいらっしゃるんですけれども、こちらの方と、タイマンね、まあ、5レース、タイマンを、やらせていただくという、そういう形で、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、フロッパーオガーズくん自体が、確かレートが14000くらいなんだと、おっしゃってたので、なので、僕はちょっと自然の、この最弱カスタムというね、まあ、この、ちょっとハンデを設けて、ちょっと本日、やらせていただこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というということで、まあ、かなりもう差ができてしまってるんですけれども、大丈夫かなまあ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 、まあ、一番、おっとっとっと、すごい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 、ちょっと逆半切ってしまって申し訳ないんですけれども、まあかなりね、まあ、フロッパーカーズくんはもう本当、日頃からね、なんかいろいろとこうね、もう本当になんかコメントとか、あとそれこそもう生配信とかずーっと見てんじゃないかな。うん。だから本当にね、すごい濃い、視聴者さんであるんですけれども。で、今回ね、まあ、ツイートさせていただいたのが、まあ、すごいね、ツイートさせていただいた人の中からね、それで、コメントを一番早かった、人ので、こう、やらせて、タイマーをね、やらせていただくっていう趣旨のもと、本日ね、ちょっと募集させていただいたんですけれども、そしたらもう3秒ぐらいで、フロッパーオガーズくんからコメント来て、それでね、今回、やることになりました。はい、ということで、やばい、ちょっとやっちゃったわ。うん、大丈夫、まだ大丈夫。結構差あるからね。うん、ということで、マジで、めちゃくちゃ坂の上田村太郎の、濃い視聴者さんということで、本日は、やらせていただくんですけれども、もう、いや、もうすごいでしょ、差が。もうこういうことなのよ。やっぱりね、もう、俺とね、やっぱりもう、14000と、3万レートの差、もうこういうこと、最弱カスタムも余裕で、倒せます。ありがとうございました。はい、1勝目、ありがとうございます。そういうことなのよ、フロッパーくん。うん、これが、俺と君の差だ。ただ、まだまだわからない。はい、続いてのスポーテルサレイクやっていきたいと思います。さあ、ということで1勝目、余裕でいただきました。はい、ということで、テルサレイクはちょっとよくわからないコースです。いきましょう。エコーコー。スタート。さあ、ということで、先ほどね、まあ、いい感じでいけたんですけれども、このテルサレイクに関しては、ちょっとどこで、このね、差を開かせて、開いていくかっていったところをちょっと考えなきゃいけないんですけれども、まあまあまあいいでしょう。とりあえず、すごいですごいですごいです。はい、引いていく。そして、まあ、シングル取っていく。そして、まあ、コインね。まずはコイン集めからでいいよ。うん。さすがに最弱カスタムとはいえ、うん、ちょっとね、油断はできない。はい、ということで、ここでちょっと、ダブル取っておく。オッケー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 。いいよ。全然オッケー。はい、もうこの差。うん、もうこの差です。はい。ということで、フロッパくん。もう来れるかな?先にもう3勝もう取っちゃうよ。うん、まず2勝目もらっちゃったらもうリーチですから。ああ、さあ、勝てるのかな?俺に。さあ、どんどん話していきますよ。はい。ということで。てか、どうなんだろう?この普通ノーマルアイテムだとそんなにいいアイテム出ないのかな?あい、普通になんか引っかかっていく。ちょっとよくわからないが引っかかっていくんですよね。はい。ということで、ここら辺置いとこう。ここら辺置いてちょっといやらしいんじゃない?うん、ちょっといやらしい。あ、なんか引っかかってんじゃね?うん、どうなの?引っかかってる?あ、そんなことない?違うかな?ちょっとここら辺。バカした。バカした。ちょっと見せプしちゃったわ。うん。さあ、ということで。ちょっとまあまあまあ、かなり差があるから、これ以上、俺、なんかもう、なんだ?なんか待った方がいい?待った方がいいのかな?はい。ということで、まあかなり差があるんですけども、ダブルできるんですけど、ダブル防御しちゃうんだよね、俺は。はい。そういうことです。さあ、ということで、まあかなり差があるんです。ちょっとすごいな、バナナが。バナナすごいな。うん。さあ、ということで、ちょっとやばいね。ちょっと怖くなってきた。ちょっと怖い。ちょっとね。ちょっと怖くなってきた。さあ、いやらしくバナナ置いといて、やばい。ちょっと待って、本当にやばい。本当にやばい。本当にやばい。待って。よいしょー!はい!はい!オケママー!よかった、よしよしよし。あぶねー!ちょっと、結構今油断した。危なかった。よし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 。オッケーオッケーオッケー。2勝目いただきました。リーチです。はい、続いてですわ、SFC レインボーロードをやっていきたいと思います。さあ、ということで、もうね、フロッパー君に言いました。はい、もう一勝でもしたら、君の勝ちでいいよって。エコーコー。スタート。うん、一勝でもしたら君の勝ちで、フロッパー君の勝ちでいいよと、うん、ちょっと言っちゃいました、DM で。はい、なので、ちょっと俺、それで、マジでちょっともう、ほんと、背水の陣みたいな感じで、ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。うん、てか、この SFC レインボーロードに関しては、マジで負ける気がない。負ける気が、もうないわ。
うん、何言ってんのかよくわかんないけど、ここで負けるわけがない。うん、俺はもう先に言っておきます。あー、やばいね。ちょっとそれはまずいわ。うん、それはまずいです。はい。ただ、まあ、このままちょっと、うん、って、遅っ！うん、遅くねえか。うん、さすがに。ちょっと待って。ちょっと、なんか、ボム持ってるな。ボムとかいう、なんか変なあれ持ってるな。さあ、これでちょっと当たんない？当たんねえか。なるほどね。まあまあいいでしょう。さあ、初めての2位。初めての2位か。なるほどね。はい、それはまずいわ。それはまずいっす。さすがに、フロッパー君。さあ、ちょっとやばくなってきた。そんな、なんか、一生でもしたら、なんか、あげるみたいな。なんか、もう勝ちでいいよとか言っちゃった俺がバカだわ。うん、さあ、ということで、ちょっと総力でまずは行く。さあ、ちょっともう、とりあえず追いついていこう。とりあえず追いついていこう。ちょっと怖くなってきた。なんか負ける気がしてきたわ。うん、だけど大丈夫。俺は諦めないから。俺諦めない男だからね。うん、最後はね、わかんないから。さあ、ということで、ミスはしない。ミスをしないことを徹底していく。さあ、ということで、かなり差があるけども。うん、結構差あるね。結構差あるけど、ここで俺がどんどん前行く。オッケーよ。さあ、これ1個使って、もう1個使っちゃおう。で、ジャンピングして、オッケーよ。で、これでダブル取っちゃおう。ダブル取って、いや、待って、やばい、やばくね、さすがに。さすがにまずくねえか。さすがにまずくねえか。さあ、ちょっと投げとこう。うん。さあ、ダブルで。いや、まずくねえか。ちょっと待って、まずくない？ちょっと、本当に、待って。フロッパーくん。いや、フロッパーさん。大変、申し訳ございません。そして、ありがとうございます。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。ここ、ウースターと、フロッパーくんに DM させていただきまして、2勝したら、フロッパーくんの勝ち、ということで、よろしいでしょうか。ということをね、ちょっと DM でさせていただいたところ、フロッパーくんから、心よい、了解ですという、お言葉いただきました。フロッパーくん、本当に、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ここから負けません。はい、よろしくお願いします。さあ、フロッパー君、本当に心広い人でよかった。てか、坂田組、まあ、坂上田村太郎の、まあ、視聴者の人はかなりね、まあ、心広い人、かなりいらっしゃるので、なので、そういった意味では、本当にね、了承してくれてよかったです。本当にありがとうございます。はい、ということで、ちょっと気合い入れて、ここからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、てかね、本当にね、それこそさっき、あ、今、通信エラーになりました。はい、なので、あと残り2レース、まあ、仕切り直しという形ではなるんですけれども、うん、ちょっとまあ別の話で、ツイッターでさ、先ほど、なんだっけ、このタイマン募集させていただいたところ、まあ、かなりのね、人数の方がね、まあ、やりたいと、参戦したいと、うん、言ってくださいました。いや、本当にね、ありがたいです。はい、本当にありがとうございます。うん、本当に嬉しいよね。うん、マジで本当にだから結構やっぱり坂田組本当にみんな本当ありがとうございます本当に。さあ、ということでここで一回よいしょ、オッケーさあいいんじゃない。うん、さあいい感じでね、いけてる。よいしょ、あい、当てていくんだよね。はい、フロッパー君ごめんね。うん、さあちょっと真剣になってお話が途切れてしまったんですけれども、ちょっと真剣にやらせてください。すいません。はい、これが俺とフロッパー君の差だということをちょっと見せてやりたい。さあ、ということで集中していこう。さあ、落ち着いて太郎、落ち着いて。オッケー。差し疲れとこうやって、よいしょ、伸ばしていく。さあ、ここでキノコとか引かれたらめんどくせえけどな。うん、さあ、ちょっと待って、落ち着いていこう。さあ、多分これで、待って、これで、よいしょ。あ、いやいやいや、オッケー。さあ、これちょっとね、これダブル引こう。こんぐらいの差あったら、さあ、待って、やばい、マジでやばい、本当にやばい。よし、だけどこんぐらいの差ある、大丈夫、まだいける。オッケー、絶対大丈夫。オッケー、置いとく。はい、はい、オッケー、危ないすぎるって。危ない。オッケー。さあ、ラストレース。頑張ります。ここで、すべてが決まる。まあ、自分の首を絞めてしまった俺が悪いんですけど。さあ、集中していきます。よろしくお願いします。ウースターと、さあ行きましょう。さあ、ここのコースはね、ちょっと正直前張りだから、なんとも言えないコースなんですけれども、ちょっと気合入れていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ちょっと2割りされて、なるほどね、キノコ当たっちゃうわけだ。なるほどね、はい。で、ここで抜かしていくんだよね。うん。それで、今、何持ってんだ？何持ってる？あー、なるほどね。そういう感じね。はい。オッケー。さあ、集中していこう。あとはもう集中していくだけ。そう。そして、ちゃんと、ここは、しっかりとコインを持つ。うん、コインを、持って、ちょっと前に行く。それが大切です。はい。ということで、ちょっとこれは内側を取ろう。ここ俺 TA してますから、ウルパー君。だから、俺、全然ここに関しては、負ける気がさらさらないね。
はい、ということで、まあ、これでフロッパー、まあ、どっちにしてもね、俺が勝ってもフロッパー君が勝っても、まあ、どっちにせよ終わりです。はい、ということで頑張っていきます。よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、これ2位でいいよ。全然2位で OK。 はい、全然 OK です。ジャンピングして OK、 いいよ。はい、ジャンピングして、はい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 、そういう感じね。なるほどね。で、これちょっと投げてみよう。うん、これ1回投げてみよう。これ2割で OK。 はい、2割で投げちゃって、緑コーラ2つはいらないね。これどうなるんだろう。さあ、ちょっとこれ投げてみよう。投げてみようの精神で、これちょっとバクスナしとこう。うん、いらないから。さあ、やばくね？ちょっと待って。やばくねえか？ちょ、差もやばいし。うん、ちょっと、フロッパー君。待ってください。ちょっと待ってくださいよ。フロッパー君。ちょっと待ってくださいよ。ねえ。ねえねえねえ、ちょっと待ってよ。ちょっと待とうよ。待つとかない？ちょっと面白くしない？もっと。ねえ、フロッパー君。ちょっと待ったよ。ちょっと待ってよ。ねえ、フロッパー君。ちょっと待とうよ。ねえ、あー、カコーラ来た。来た。そういうこと。フロッパー君、ちょっと待ってよ。ねえ、待ってよ。ねえ、フロッパー君。はい、ここ割っちゃう。はい、はい、ダブル。はい、ダブル、来た。いやー、カコーラいらねえって、ちょっともう前投げとこう。うん、もうちょっと待って、やばいって。うん、これ絶対ダブルで来いよ。あー、終わった、ダブル。いやー、もう終わったじゃん、もう無理だ。あー、終わった。はい、もう終了。はい、もう終了。終了。はい、終わり。はい、もう。はい、ということで、フロッパーカーズくん、本当にね、撮影協力してくださってありがとうございました。ということで、今回はフロッパーカーズくんに、私負けて、しまいました。皆さん、期待に応えられず大変申し訳ございませんでした。まあ本当にね、まあこれからもちょっとこういう企画やっていきたいと思いますので、ぜひ撮影協力のほどよろしくお願いします。まあ普通だったらなんで通信切るとかそういうことは絶対しないので、はい、ちょっと展開的に最後やらせていただいたという、形になります。ぜひともまた皆さん、視聴者さんの皆さん、ぜひとも、撮影協力してくださいという時には、ぜひご協力してくださると幸いです。ということで、また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。